今はまだ考えても仕方ないかな。それより町の行き来が面倒すぎるのよね。魔法とかでここに氷の橋ってかけれないかな。って私ブリザード系の魔法使えなかった。橋じゃと？まああれば町への行き来も楽じゃろうが、氷なんかじゃ逆に危ないだろうに。まあそうですよね。氷の橋。おう、そういえば以前氷の橋を作るミラージュの話を聞いたことが。本当ですか？確かコーネリアにおるシバとかいうミラージュじゃったかな。いや待て、そもそもあそこに橋なんぞかけたらここに泊まる客が減るのではないか。それは困るかもしれん。ちょっとレピア、人の話を聞かんか。まったく、こんなところまで付き合わせおって。私一人でもいいって言ったのに。おい、シバトやら、ここにおるならそろそろ姿を現せ。あたしを呼びつけるなんて、凍らせてオブジェにして飾ってあげましょうか。あ、やっぱやめ。いい男一人いないなんて、あたしに用はないわ。じゃあね。お前の都合など聞いておらんわ。あの少しお願いがあるんですが。お願い？氷の橋？はい、あなたならそれが作れると聞いて。それ得意なのって私じゃなくて他のやつなんだけど。おお、できぬのか。まあその程度の魔力しかないのなら仕方ないじゃろ。じゃあ帰るとするか、レフィア。え？ちょっと待ちなさい。誰ができないって言ったのよ。今言ったじゃろ。それ私のことじゃない。小物の言い訳は見苦しいな。そんなこと言ってないわよ。しかも私に向かって小物？人間どもが！ちょっと待って。まあまあ、シバなんだからもっとクールにしなさいよ。橋くらいかけてやれって、俺らも助かるし。はぁ、なんで急にあんたたちが現れるのよ。よくわかんないけど、バトンタッチみたいな。本当に全く全然よくわかんないけど、今日は手加減しないわよ。今日こそあれかどうか見せてやる。コントサイドの話覚えてたの？わかったわよ。そこに橋をかけてあげるわよ。まったく。え？ありがとうございます。これでサロニアまで楽に行けるようになりましたね。そうじゃな。くて、だからここに橋ができたら宿の客が減るではないか。いかん、壊さなければ。ちょっとシェルロッタ、落ち着いて。